肉まんです。今回はコストコ購入品紹介開封編です。それでは開封編スタート。まずはじめに三陸漁師飯、五目サバ飯、焼きサバ飯2種類かける3袋入り、お値段が1648円でした。1袋あたり275円です。賞味期限は買った日から1年間ぐらいあります。ここには QR コードで作り方やアレンジレシピがご覧になれるみたいです。油の乗った金華サバ、三陸茎わかめとホタテ干物の美味しさをギュッと詰め込んだ豪快な漁師飯です。三陸産のわかめすごく美味しいですよね。早速開けていきましょう。オープン。中にはこんな感じで入ってました。シンプルなパッケージですね。五目サバ飯、なんかいろいろ入ってそうです。で、焼きサバ飯がなんかシンプルにサバが1匹ドーンと入ってる。あとはフリーズパックの茎わかめ、これは10分水に戻して使うそうです。炊き上がったご飯に和えるだけみたいですね。早速お米炊いて作っていきたいと思います。五目サバ飯の中身です。生姜のいい香りがします。サバがちょっと崩れてるので混ぜやすそうですね。こんな感じで五目サバ飯完成です。2合のお米に和えたんですけど、ご飯と具材のバランスがちょうどいいと思います。茎わかめがすごく細かくなってるので、慎重にキッチンペーパーで水切りしました。とっても美味しそう。いただきます。うん、美味しい。味わいは生姜感がすごく強いです。千切りになってる生姜が結構入ってます。そしてサバもしっかりと味付けがされてるので、生臭くなくとても美味しくいただけます。こんな感じでたっぷり生姜が入ってるので、生姜の味わいが好きな方にはおすすめです。シンプルにサバのみです。こんな感じで焼きサバ飯の完成です。サバはほぐしやすかったです。でもちょっと具材がないので寂しいです。ネギを足しました。いただきます。うん、こっちも美味しい。五目サバ飯とは違い、シンプルな塩っ気の味わい、そしてサバの本来の味わいが味わえます。これはシンプルに美味しい。五目も美味しいなと思ったんですけど、どちらかというと私はこっちの焼きサバ飯が気に入りました。1袋あたり275円とちょっとお高いなと感じたんですけど、サバもしっかり入ってて味わいもすごくよく、とても美味しくいただけました。これは大人向きの混ぜご飯だと思うんですけど、ぜひサバが好きな方は買ってみてください。サバの青臭さが苦手な私でもすごく美味しくいただけました。安い時にまた買いたいな。続いて韓国産マックス 405g 2人前 ×3 袋入り、お値段が1280円でした。1袋あたり427円です。
賞味期限は買った日から7ヶ月間ぐらいありました。辛さの旨味が癖になる韓国混ぜ麺、すごく美味しそう。マックスって言葉自体も知らなくて初めて聞く言葉です。こちらの商品1袋あたりが427円なので、1人前あたり214円です。なので食べやすい価格ですね。マックスと調べるとマッククスという名前でも出てきます。マッククスとはそば粉で作った麺が特徴の韓国料理です。ひんやり冷たい麺料理なので夏場に特に人気があります。韓国の東北部に位置する関温度地方の郷土料理と知られ、そば冷麺とも呼ばれるそうです。ダッカルビ店でも定番サイドメニューになってるそうです。冷麺と似てるんですかね。確かに私も見た目そばっぽいなと思ってました。麺、ソース、ごま油、薬味が入ってるみたいです。開けていきましょう。オープン。袋からすごいいい香りがします。そば麺みたいな麺とソースで、薬味にごま油。中に入ってるのはこんな感じです。ハングル文字でずらっと並んでます。袋だけでも日本語表記すごく親切です。視聴者様のコメントでマックスには豚バラ肉を入れた方が断然美味しくなると言われたので、豚バラ肉入れていきたいと思います。あとは春菊、エゴマの葉を入れるといいみたいなんですけど、エゴマの葉は見つからなかったので春菊で作っていきたいと思います。早速作っていきましょう。こんな感じでマックスの完成です。タレは真っ赤なんですけど、すっごい美味しそうです。ごま油が入ってるので匂いがいいです。ちょっと混ぜていただきます。麺ももちもちでとっても美味しい。チョルヌードルみたいな味わいなのかなと思ったんですけど、チョルヌードルより甘さがなくて、こっちの方が私好みです。春菊と一緒に食べてもとっても美味しい。もっと混ぜ混ぜします。見た目が汚くなっちゃうけど。この麺がツルツルで喉越しがいいです。辛さも結構あるんですけど、野菜と調和できるのでちょうどよく食べられます。春菊も生で食べるの初めてなんですけど、とっても美味しいです。コメントで教えていただいた豚肉と春菊入れたんですけど、とっても美味しかったです。ぜひ買われた方は春菊、豚肉追加してみてください。いろいろな野菜で冷やし中華のようにして食べられると思います。春菊が好きな方はぜひ追加してみてください。もしかしたらパン君は食べられないかも。チョルヌードルより好きな商品になりました。リピートあり、またあったら買いたいです。これからの季節に良さそうですね。夏場は毎日でも食べたい。続いてフランス産有機蜂蜜 15g×72 個入り、お値段が1898円でした。1個あたり26円です。賞味期限は買った日から2年近く持ちます。今回の蜂蜜は原材料名のところを見てみると、メキシコ、ブラジル、ルーマニア、ブルガリアの種類が混ざってるみたいですね。個包装タイプの蜂蜜初めて見かけます。お値段はちょっと割高なんですけど、すごく便利そうです。蜂蜜といえばカークランドシグネチャーの蜂蜜ベアジャグが今店頭では売られてると思います。こちらの商品は 750g×3 本入りで、オンライン価格だと1980円です。こちらの商品は 1080g、 パークランドの方は 2250g で、金額は一緒ぐらいなので個包装タイプの方が倍近くお値段はします。じゃあ早速開けていきたいと思います。もう透明なパッケージで見えちゃってるんですが、オープン。縦に開くのかなと思ったら横開きですね。珍しい。たっ
プリ入ってます。こんな感じで全てカラーインジシェアがしやすいです。美味しそう。 15g といえば大さじ1ぐらいなので料理ちょっと入れる時も楽ですね。早速食べましょう。おー、蜂蜜独特の香り、味わいがします。甘みもしっかりありますね。後味すっきり食べられます。私は最近は癖のないアガベシロップを愛用しているのでちょっと癖を感じてしまいます。ただお料理とか蜂蜜入れる料理とかあるのでそういう時にすごく良さそうです。こうやって個包装になってて使い切りだと嬉しいですね。ユダヨーグルトにブルーベリー、そして蜂蜜かけます。美味しい。ヨーグルト、ブルーベリーに合わせると蜂蜜の独特な味わいがちょっと消えるので本当に美味しくいただけます。蜂蜜ってあんまり私は使わないのでこうやって個包装になってるのはすごくありがたかったです。使い切りサイズで鮮度よく食べられるので私はリピートあり。このユダヨーグルトもブルーベリーも美味しい。こんな感じで今回コストコ購入品紹介開封編でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回買った中でも外れ商品はなかったです。すごく美味しい商品ばかりでした。その中でも特に気に入ったのはマックスです。すっごい美味しかったです。コストコには韓国商品いろいろ売られてるんですけど一番好きと言っても過言ではないぐらいすごく美味しかったです。またあったら買いたいです。ぜひ見かけた方買ってみてください。甘辛い味ではあるんですけど甘さが抑えめで日本人好みの味わいかなと思います。今回は春菊使ったんですけどパクチー入れても美味しそうかな。今度やってみようと。オフショットではこちらのワン餃子食べていきたいと思います。この餃子食べるの久しぶりです。ビビゴの商品で、これはドンキとかにも売られてるみたいです。そして韓国語ではワンマンドゥって発音するみたいです。コメントで教えてくださった方々本当にありがとうございます。この商品は 1kg 入ってて858円。すごい一個一個大きいんですよね。ジッパー付きです。大きい。日本の餃子の倍ぐらいはあります。焼いてきました。もうほんと大きい。まずはシンプルに酢醤油いただきます。中には野菜お肉たっぷりで春雨が入ってます。すごくヘルシーです。うん、皮ももちもちしてて美味しい。最近ハマってるのがカルディで売られてるハリッサ、これを餃子につけて食べることが多いです。これも合うと思います。うん、美味しい。クミンの味わいが私大好きです。ちょっと後味ピリ辛なのもいいです。日本の餃子とはちょっと違うんですけどすごく美味しくいただけます。中に春雨が入っててヘルシーなのでちょっと小腹が空いた時にも良さそうです。ぜひ買ったことない方買ってみてください。常に置いてある商品じゃないので久しぶりに見かけると買いたくなっちゃいます。こんな感じで終わりにしたいと思います。少しでもいいなと思ったらグッドボタン、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。